皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室を長期的に続けたいなら自分の幸せ指数を生徒さんの感情に依存しないということについてお伝えしてみようと思います。今日のお話はですね、どちらかっていうと、集客とか、そういう部分の直接的な話ではなくて、教室運営を長く続けていく上でのマインド、心の在り方の一つの指南としてお伝えしたいなと思って、こちらの方を取っております。はい。で、どういう内容なのかっていうと、要は教室事業っていうのを自分がやりたいと思ってはもちろんやるでいいんですよ。いいんですだけれども、その実際に始めると、全てが夢に思い描いたようにうまくいくとも限らないですね。このあたりは多分想像つくと思うんですよ。で、一番こう皆さんにとってネックになる残念な事象っていうのが、集客ができないという状態、これがあると続けていこうという、モチベーションがね、落ちるとか、そういうのは全然理解ができるんですよね。だってね、人が全然来なかったら、教室やってますって言っても閑古鳥が鳴いてる状態になりますからね、辛いですよね。私はこういうお菓子を、こういうパンをとか、こういう人に教えたいと思って教室を立ち上げてるのに、その要である生徒さんが来ないわけですから、それは辛いと思うんですよ。だけれども、生徒さんの声に寄りすぎて、聞きすぎて、それがゆえに満席が続いちゃってるっていう教室も、これはこれで実はちょっと一見良さそうに見えて、ちょっとね、問題も抱えているんですよ。で、その問題っていうのを、クライアントさんとね、話をしていたりとか、他の方とね、話をした時に感じたことがあったんで、それをお伝えするんですけれども、問題って何なんだっていう話なんですけど、要はですね、その生徒さんが喜ぶ顔を見たいから教室業を選んでるっていう先生はすごく多いんですよ。で、結局喜ぶことをですね、すると当然求められる場合には、そのまんまそれが集客に連動するケースが多いんですよね。ということは、つまりどういうことかっていうと、集客に連動するということは、喜ばれることをやれば満席になる、集客ができちゃうっていう状態を作れるんですよ。で、これっていうのは、自分がやりたいようにやって集客できない人よりは全然いいんですよ。喜ぶものをちゃんと見つけることができて、それを提供することができるから、自分がやりたいようにやっちゃうわがまま運営よりは全然いいんです。がしかしですね、この度合いが強くなると、今度どうなるかっていうと、その先生が自分を見失うですよ。はい。自分を見失う、自分を見失うっていうことはどういうことなのかっていうと、自分の喜びとかやりがいが全て生徒さんの感情に依存してしまうっていうことなんですよ。具体的に言うとどういうことかっていうと、生徒さんが嬉しければ私も嬉しい、生徒さんが来なければ私は嬉しくない、もしくは生徒さんにちょっと意見を言われたり批判をされたりとかすると、それを全部受け止めることができないっていうことですね。で、最終的にどうなっていくかっていうと、言われるがままにどんどん教室を作っていくので、席は埋まるんですけれども、本当は私何やりたかったんだろうがだんだん見えなくなる。言われた通りに作っているから、自我っていうものとかがなくなってしまうんですよね。で、言われた通りに作っているから、こびるという言葉は少しちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、要は喜ぶものをやるっていうところに自分の意思も本当は持っててほしいんですけど、全部そちらに委ねてしまうと、教室のカラーとか特徴とか、それも全てグラグラになってなくなっちゃうっていう状態なんですね。で、この末路はどうなってるかっていうと、グラグラになってなくなっちゃって、生徒さんが言われるように喜ばれるからといって言うことを聞いて全部やってると、体のいい
御用聞きな教室。要は自分たちの要望を叶えてくれる都合のいい先生だからこの教室に来るみたいな状態を引き起こしてしまうのはこういうタイプの思想を持ってる先生なんですよ。要は生徒さんにいいように扱われちゃうっていうことです。こういうのやりたい、先生やってください、うん、分かった分かった、先生今度なんかこういうレッスンがいいです、あ、分かりましたってやってると、そのうちだんだん教室のカラーがなくなって、わがまま言っていた人も秋が来ちゃうと他の教室に行ったりとかして、まあ同じね、わがままを聞いてくれるような先生のところにまた行ったりして捨てられるみたいな感じになっちゃうんですよ。だからわがままを聞きすぎると結果どうなるかっていうと、自分の自我がなくなる、自分の個性がなくなる、挙句の果てには最終的にはそのわがままを言った生徒さんもどこかに行って離れてしまうっていう最悪な事態になってしまうんですよ。なので一見満席になってうまくいってる風なんですけど、そのうまくいき方がどういう状態でいってるのかっていうのと、あとそのうまくいっているという状態が単なる御用聞き、都合のいい、まあ、女っていう言葉もね、男女関係にありますけど、都合のいい先生になってないかどうかっていうのは自分で改めてチェックする必要があるんですよ。でこのタイプの方っていうのは知らず知らずのうちに生徒さんの感情に依存されているので喜ばれない、まあ、イコール埋まらない、席が埋まらないとなった時に、自分の教室のみならず自分の全人格が否定されたような気持ちになってしまって、落ち込んで何もできなくなっちゃうとかいう傾向があります、この方はね。なのでトレンドに乗るとか、その方が喜ぶというか、まあそういう団体とか集団といえばいいんでしょうかね、その領域の方たちが喜ぶように商品を作るというのは OK なんですよ。だけどその時には自分の教室の特徴の範囲内で作り込むっていうことをしないと個性がなくなっちゃうよっていうお話です。だからグラグラに全部言うことを聞いちゃう人って最終的には飽きられて捨てられるんですよね。若干ね残酷な話ですけど、男女関係もそういうところありますよね。言うことを聞きすぎる都合のいい女、物分かりのいい女の人が捨てられて、まあ若干そうですね、例えがいいか悪いかあれですけど、ルパン三世の峰不二子みたいなですね、結構ひどいことしててルパンをね結構翻弄しちゃって袖にしてるんですけど、そういう人に貢がれたりとかね、良くされたりとかっていうので、あんなにねわがままである必要はないんですけれども、言うことを聞きすぎるっていうのも自我がなくなるのであまりおすすめしない。そしてその人たちに何かを言われた瞬間にもう自分が全否定されたと思って落ち込んでしまうから、傾向として自分の心の幸せ度を生徒さんの評価感情に委ねない、自分はこういう状態であることですらすでに幸せっていうことを一旦受け取った上で、講座の良し悪しはちゃんと冷静にジャッジメントされたものを改善提案として受け取って改善すればいいだけっていう、この切り離しが結構大事で、これがどっぷりいっちゃうとですねどっぷりいっちゃうと、もう喜ばれることだけに必死になっちゃうっていう運営になるので、結局最後は飽きられるっていう末路が待っている形になってしまうんですね。ですので必要以上に、言うことを聞きすぎる先生、自分の自我がなくなること、あとはその喜びの度合いが、自分の嬉しさは生徒さんの嬉しさイコールダイレクト直結みたいな形の考え方をしている人はそういう状態に陥りやすい傾向があるので、この点はちょっと気をつけて見ていただいた方がいいかなというふうに思って、今日はちょっと運営の面での感情の処理の仕方という、項目からお伝えをしてみました。はい、ということで本日のまとめです。教室を長期的に続けたいのなら、自分の幸せ指数を生徒さんの感情に依存しない。そのポイントは、まず、言うことを聞きすぎない。意見を取り入れることと、
言うことを聞きすぎるっていうのはこれは別問題ですっていうのが1点目。2点目は自分の感情を生徒さんに預けすぎない、幸せ度合いをあちらが褒めてくれたら幸せっていう他者依存での幸せを作らないっていう、この2点が結構大事かなというふうに思いますので、はい、今日はちょっと変わり種のお話をしてみました。それでは。